いた！あそこ！先生！いやあ、やっと来てくれましたね。待ってましたよ。もうよそうよ先生。やめよう。今ならきっとまだ間に合うよ。何のお話をされているのですか？気づいてないのか？あんたはダークファルスに取り憑かれてるんだ。ああ、そのことを気づいてますよ。ずっと前から。え？だから手始めに拓也くんにそのバーチャルドライブをプレゼントしたんじゃありませんか？じゃあまさかあの時からもいい気分ですよ。まるで背中に腫れても生えたようだ。どうです拓也くん、あなたもこちらへ来ませんか？あんな口車に乗ってはいけません。姿は普通の人間でも中身はもうダークファルスそのもの。どうやらそのようね。余計なことばかり口にする人ですね。これ以上私の邪魔をするとオラクルへ戻れなくなりますよ。構いません。あなたが封印されるのなら私はどうなろうと。これは驚いた。一体どこの誰がお前のような献身的な NPC を作り出したのだろうな。それは向こうの世界にしか存在しないはずの武器、どうやってこっちの世界へ。何を今さら寝ぼけたことを。だったらそっちが持っているそのスタークエーサーはどう説明する？そう言われれば。時は刻一刻と過ぎゆくもの、オラクルが地球を徐々に飲み込み始めている証拠だ。死ねえや。大丈夫か？私のことは構わないで。早くダークファルスを。この野郎。まさか。やった。そこまでだダークファルス。おとなしく封印されろ。待ってください。お願いです、助けてください。このままダークファルスが封印されたら私はどうなるのです？え、タクヤ君がそれを振り下ろしたら私はダークファルスもろともこの世界から消えてしまうんですよ。先生、あなたまで、タクヤ君まで私に消えてなくなるというのですか？そんな、俺、そんなこと決して。おい、そいつが脅迫状を送ってきた男か？タクヤさん、危ない！みんな、この世界ではまだ少し動きが鈍いよな。向こうの世界で待っているぞ、小僧。おい、ミラ、しっかりしろ。ミラ消えた。ミラ、ミラ、大丈夫か？ミラ、タクヤさん、必ずダークファルスを倒して。しっかり、しっかりしろ。私、一度でいいからクリスマスを大切な人たちと、大切な仲間たちと、ミラ、ミラ、ミラ！なんだこれは。一体何が起きているというんだ。
タクヤ、よく聞いて。 BSO2 内に大量のファルスアームが放たれたわ。ファルスアーム？ファルスアームって？ダークファルスエルダーの肉体の一部が分離したエネミーのことよ。きっとダークファルスがより強力な力を蓄える時間を稼ぐために放ったんだ。これじゃ当分彼方はダークファルス本体は見つからないぜ。あ、メールだ。もうこんな時に誰から？差出人は R？ マジでか！なんて書かれてるの？もしもアームを一定以上減らすことができればダークファルス本体のいる場所をスタークエーサーが導いてくれるだろうって。アームの数は増え続けてるんだぜ。今現在 PSO2 をプレイしている全ユーザーが力を合わせたとしてもその数を減らすことはできないよ。絶望的ね。いや、まだ諦めちゃダメだ。お前もアークスの端くれならピンチに置かれてる今のこの瞬間をもっと楽しみな。やれそうなことはどんなことだってやるんだ。やれそうなことって？一ノ瀬知事に応援を頼もう。オンラインゲームの通信規制のお詫びに PSO2 で特別なレイドイベントを開催してもらうことにするんだ。すべてのオンラインゲームユーザーに PSO2 への参加とファルスアーム撃破の協力を仰ぐ。それって嘘の声明を発表するの？運営が黙ってないんじゃない？いや、通信規制の時もなぜか運営は沈黙を保っていた。多分一ノ瀬知事なら運営にも圧力をかけられるんだろう。やってみる価値はありそうだな。ファルスアームの撃破？はい。ファルスアームの撃破ね。妻を助けるためとはいえ、そんなゲームでそんな人数が集まるとはとても思えんがね。信じてください。きっとみんなが PSO2 の仲間たちが協力してくれるはずです。お願いします。わかったよ。新規ユーザーだけじゃなく、しばらく PS シリーズから離れていた古参のユーザーも戻ってきたな。信じられない。どんどんファルスアームが撃破されてく。スタークエーサーがダークファルスの位置を告げてる。ダークファルス、お前はこの俺が倒す。まさか。なんだこのデカさは。こんなの倒せるわけないじゃない。これで終わりだ。死ね、虫けらども。来るぞ。避けろ。逃げろ。避けろ。そこまでだ。うるさい。どうしたらいいの？上だ。そろ終わりにしてやろう。耐えられるか。強い刺激。くそ、負けてたまるか。負けて。オンラインゲームの世界が PSO2 と呼ばれる世界がこの世界にも負けないとても魅力的な世界だからです。煩わしい現実世界とは違う自分を投影して血の通った人々との交流が楽しめるもう一つの世界がそこにあるからです。これが暗礁破砕の力だ。我らこそダークファルスエルダー。くそ、やられてたまるか。
死ね、ダークワルツ。よし。まだ油断しちゃダメだ。カズ、大丈夫なの？こんな痺れる瞬間に眠ってなんかいられるか。それよりダークファルスはまだ生きてるぞ。え、その通りだ。きっとダークファルスはまだ封印されていないぞ。まだどこかで息を潜めている。まさか。アリス、お前は。この野郎。お前たちのおかげで私は無限に膨れ上がることができる。お前たち地球人の誰もが少なからず持つ負の感情の力でな。これで貴様らの世界も終わり、このダークファルスが全てを飲み込んでくれるわ。まさか、お前がどうして。先生。いや、いつも格好悪くて申し訳ない。貴様は私と一心同体のはず。それがなぜだ。どうやら、まだ私にも少しだけ良心というものが残っていたようです。タクヤ君、君と過ごした楽しい思い出が俺と。さあ、今です。私を撃ちなさい。え、私もろとも、このダークファルスを。そばから離せ、離さぬか。ダークヤ君、やだ、できない。そんなことできないよ。私なら大丈夫です。私も戦いますから。そしてあなたのように決して諦めませんから。タクヤ、タクヤさん、タクヤ、タクヤさん、必ずダークファルスを倒して。いやー、しかし終わってみればあっという間の出来事でしたね。でも不思議な体験でした。まるでずっと夢を見ていたかのような。正直何度ももうダメだって思いました。それで田中先生は。ああ、
まだ集中治療室で治療を受けてるそうです。でも意識は回復したようで。あの人も諦めずに戦って勝ったんですね、ダークファルスに。そのようです。あ、そういえばユミちゃんは、あっという間に事務所の人たちに連れてかれました。え、今日もまたアイドルのお仕事だそうです。いや大変だな。アキラさんだってずいぶん寮に出てないんじゃないですか。ご心配なく。偶然にも天気が悪かったもんですからね。そっか。さあ、私はお家に帰ってゆっくりゲームでもしよっかな。あれ、旦那さんのお許しは出たんざますか。はい、ざます。